はーい、森香でーす。えー、丸の内サラリーマンの毎日ランチ生活ということで、相変わらずやってまーす。えーと、もう昨日なんですけれど、平日のランチで、八重洲にあるルスーブニールさん、なんかこういうランチコーヒーのサービス券なんかもらっちゃったりしたんですけれど、に行ってまいりました。同期3人で行って、なんかその人と八重洲割と混んでいて、まあ、あの、右腐曲折を経て、まあ、ここに ついいたっていう感じなんですけれど食べログミリと3.26、まあ、普通っすねでルスーブにいるワインと美味しい料理が楽しめるビストロまあまあ、あのー、混んでいってただちょっとオペレーション悪いっすねなんか店員が全然足りてない感じで提供も、まあ、あの正直遅いかなと思いましたまあ1時間以内のランチで普通に使えるっちゃ使えるんで、えーまあ、そういう意味ではゆっくり ししたいいいい人にはいいかもしれないですちょっと一人で来てたらイライラしてたかもしれないですね。三人で行ったんで。で、自分は特製スパイシーチキンカレー1000円をいただきました。サラダ付き。まあまあ、これ大盛りにすればよかったかなと。大盛り多分無料で、えー、プラス200円か。ちょっと、えー、少なかったかなっていう感じですね。あと、ランチ結構豊富ですね。 スパゲティラビアーターみたいな感じですかね。なんか友達はあのクリームパスタ、限定のクリームパスタみたいなのを食べてました。それなんか量多くて、まあ大盛りにしてたんですけど、ちょっとおいしそうかなっていうふうに思いました。めちゃ普通のエアイスランチっていう感じですね。はい、この辺で働いてる人以外は特に行く必要ないかなと思います。そんな感じでした。